さあ、それではクランクリエイターの続きをやりましょうか。あいつ、ナイトをね、倒しに行きましょう。で、なぜか矢野徹がね うざいことやってんだけど、後ろ妹が撮ってんな、写真。撮る必要ある？ん？何やってんの？ 誰に見せてんの、これ。まあ、ちょっと動画撮ってない時に、この辺のミッションは達成したんで、あとは内藤のやつね。まあ、いきなりやっぱり出現しないので、とりあえず一回だけ、撮ってみようか。やろうども。やろうども。なんか結構狭い道だね よくさ、この民家の周りにこんなことやってんな。迷惑だろうが 本当にな、何考えてんのお前ら。警察来ねえのか。いや、超迷惑だよね、これ。じゃあ、改善しようか。大悟、行くぜ。俺についてこい。よし。で、冴島さんも、真島さんも。結構狭いんだよな、ここ。大したことない。うちらも結構レベルまた上がったんで、まあいいや。1個使うか。で、矢野徹もちょっと出してみようか。なんか、徹って聞こえた。爆弾とかもさ、おかしいだろ、これ。 めちゃくちゃ迷惑。爆発する。よしよしよし、行くぞ。やっべ。いい加減にしてくれよ、お前ら。あれ、もう終わったのか。早えな。秋山さんたちまだ出てねえぞ。まあでもね、最初のミッションなんで。いつも大悟のあのポーズ見ると笑っちゃうんだよな。あのちょっとクールな大悟が。お疲れ様でした。お疲れ様でした。よくやった、お前ら。やっぱり毎回ね、みんなのレベル上がるんだけど、もうちょっと強化したんですよ。なんかチームの、あれですね、キルーさんの能力強化の、これなんですけど、仲間の成長アップ。レベル4に行ってるんで、結構毎回多分、たくさん経験値もらえるはず。ちょっとじゃあ、ご飯。キルーさん、いつもあいつらの大盛り、ご苦労さん。いや、気にするな。あんな悪ガキどもが桐生さんの癒しになるとはね。いや、癒しなのかな。あいつらを見てると若い頃の自分を重ねちまってね。やっぱりやべえやつだったのか。になっちまう。挙句の果てにはたまり場まで提供しちまってる。この場所。一般のお客さん来てんのぐらい。あいつらがいるから品格が台無しだぜ。まあ、ちょっと洒落てるね。確かにな。キリュウさんはあいつらと違っていつもちゃんと食べて金を落としてくれたよ。まあね、いっぱい食っていっぱい飲んでるからね。常連さんみたいなもんだからね。みたいなもんってもう常連さんだよ。そうかもしれないな。そうだ、常連さんになってくれたお礼と言っちゃなんだけど。おう、なになに。俺もキリュウ会とやらに力を結局マスターも入ってくれんのか。言っただろ、昔は伝説のワルだった。何伝説のワルって。最近ちょっと体はなまってるけどね。確かにちょっと太ってんな。それにあいつらを見てると俺も若い頃みたいに無茶して気持ちになるんだ。正直あいつらの中で一緒にやってる桐生さんが少し羨ましくってな。マスター強いのかな。なんだかすまないね。足は引っ張らねえからよ。全身骨折しても店は開けるから安心しな。それは休んどけ、リーダー。うわ、かっこいい、これやマスター。手榴弾爆撃の極み。やっべ。この辺の建物大丈夫かな。いらっしゃい。あ、そっか。でも体力満タンだからな。まあでもね、体力満タンでも一応ご飯食べれるし、やっぱり経験値ねもらえるんで、金も持ってるしな。どんどん食っときましょう。結構胃袋のゲージも、ちょっと強化したんで、140までいけんな。
こんなもんかな。よし。ちゃんとやってんなギルさん。よっしゃ。おお、さらにボーナスもらった。さ、行くか。さ、行くか。というわけで、内藤が現れるまで、このミッション、あ、ちょっと待ってね。せっかくだしな、マスターどうしようかな。そっか。俺今までずっとこいつがジョーだと勘違いしてたけど、これマサオだったね。マサオのレベルは15なのに、ジョーがまだ2なんだよな。まあ、だからマサオを変えて、マスターにしようかな。あ、でもちょっと攻撃力が下がったな。まあ、まだレベルが低いからね。まあいいや。うん。このチームで。で、突撃を、あ、これが最大か。あ、まあ、そっか。うん。お、もう次も内藤じゃん、これ。じゃあ、行きますか。そのまま動画入れて。へい。出撃だ。行くぜ、野郎ども。来た来た来た、あいつ。行くぞ。行くぜ。うん。あいつボスだから、多分2エリアぐらいあるでしょうね。改善。まあいつものダイゴを先に出して。いや、ダイゴのヒートアクション結構助かってんだよな。行くぜ。西島タイガー。あれあれさ、命中率が低いんだよな。どこ回ってんのかよくわかんねえよ。矢の通る。うん、まあ秋山さんたち早く出したいな。これでもうすぐ第一エリア制覇をして、よっしゃ。あれ、あ、そうかそうか、びっくりした。で、そこに矢野徹が、矢野徹じゃねえや。内藤がいるんだよね。結構人数いるな、これは。すごいな。行くぜ、真島さんも一丁。暴れるか。ヒヒヒヒヒヒ。伊達さんの出番がないな。お、来た来た来た。伊達さんも一緒に。暴れようぜ。うわ、爆弾がやべえな。矢野徹。うわ、内藤来た、内藤。じゃあ。派手にやるぜ。うらうらうら、あれあれあれ、当たってねえぞ、当たってねえぞ。ちょっと矢野徹の体力がやばいんだけど。よっしゃ、勝ったぜ。え、これがもしかして決戦、そんなもんかな。え、ヒルちゃん、よし、よーし、お疲れ様でした。いい戦いぶりだったぜ。いい戦いぶりだったぜ。あ、これでもう終わりか、ナイト。で、ここでどうせまた喧嘩するじゃん。やるね。さすが元登場会4代目。この短期間でよくチームをまとめたもんだ。課金したからね。チームバトルごっこ、ずいぶん楽しませてもらったよ。いや、早いよ。だが、そろそろ飽きてきたかも。マジか。次は最終決戦と行こうか。ほう。お前らがもし勝てたら、ジャスティスはこの尾道から撤退してやるよ。それは絶対嘘だよ。本当だな。嘘だよ。ああ、万が一にも勝てたらの話だけどな。今までのはお遊びだ。次は全力で行かせてもらうぜ。おお、待ってるぜ。せっかく固まってきたチームがやられて悲しそうな顔してる。なんでどいつもこいつもこのポーズすんだよね。現実になるのが今から楽しみだぜ。あ、じゃあもう
回このチーム戦やってからのバトルなのかな。トランキーロ出せんなよ。出せよそれ。てめえ。真似すんなよ。まさかここでキリュウさんが言うとはな。次は内藤との最終決戦か。気合い入れていかねえとね。ああ。ほう。気合い入れるも何も、そのまま、うん。最終的にバトルになると思うんで、まあ、こういう基礎能力強化しといた方がいいだろうし、まあ一応そのためにも薬局でね、回復アイテムもいっぱい買ったんで、で、今、酔いがそろそろ冷めるな。いらっしゃい。ちょっとやっぱり酒が入ってないと少し弱くなるんで、もう少し飲もうか。うん。さ、行くか。よしっと。じゃあ、ありがとう。そのまま。あれ矢野徹どこに行ったあのダッセーやつどこに行ったじゃあ、これね。行くぜ。このメンバーで。義龍会。出撃だ。出撃だ。ついに内藤との決戦ですね。勝ったら尾道から撤退するって言ってましたけど、本当っすかね。嘘だよ、信じたらダメだよ。本当だと思うぜ。そうなの。あいつはそんなダサい嘘をつくやつじゃ。いやだから六強人。それに6人いるでしょ。矢野と内藤を倒したとなればジャスティスの戦力も相当薄くなる。ほう。結構ターニングポイントになりそうっすね、この戦い。ああ、余計に負けるわけにはいかねえな。うん、よし、お前らそろそろ行くぞ。おい、内藤ぶっ潰してやろうぜ。よっしゃおおう、どうしたジョー、なんかあんまり自信なさそうだな。ブエナスノーチェス。キリュウさん、一人でジョー、お前の望み通り来てやったぜ。決着をつけよう。言われなくてもそのつもりだ。悪いけど、気流会、潰させてもらうぜ。いや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 、悪いけど、潰されねえぞ。それじゃあ、パーティーの。何やってんの、お前。あの目どうしたの。まあ別にチーム戦はね、うん、ビビることはないと思うんだけど、その後絶対喧嘩になるからさ、あいつらやばいんだよな。なんかさ、いつも貸し切ってんだけどさ、一般人通ってねえのかな。この街やべえよな、自分たちの街みたいになってる。いつこういうの設置してんだよ、周りにね。行くぜ。うん、秋山さん、一暴れしますか。で、あんまり使ってないんだけど、こういう人たちも出せんのかな。うん、じゃあ矢野徹も行くわ。うん、お、一応出せるね。なんか HP めちゃくちゃ低い。短い。なるほどね。うん、これ第一エリア、あ、じゃないのかな。中ボス的なやつ制覇した。後ろ爆弾、手榴弾投げてるやつがいる。暴れるぜ。こういうの防御を上げといた方がいいな。最後、伊達さん。じゃあ、矢野徹。あれ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 どうした内藤。どうしたの俺、伊達さんまだ出してねえぞ。強すぎたな。本来だったらね、もっと手こずるはず。お疲れ様でした。いつも後ろの緑のタンクトップのやつって、なんかね、まさかこれほどとはな。ちょっと油断しすぎたかも。嘘つけ、油断してねえだろ。さあ、お望み通り相手になってやるよ。俺と対マンしたかったんだろ。いいのか。いや、こっちこそいいのか。あんたは仲間が残ってる。怠慢なんてしない方が有利だろ。いよ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 、俺は頭がいい方じゃねえ。
有利とか不利とかよくわからねえな。なるほどね。だからあんたの周りには人が集まってくるってわけか、うん、そういうの虫図が走るんだよでも俺は頭がいいんでね。どう見ても頭悪そうだよ。今回は甘えさせてもらおうかな。かけてこい桐生さん。怠慢で。いやむしろこっちの方がね、怠慢の方が望んでるよ。さっさとかかってこいよ。雑魚たちがいるとね、めんどくさいもん。トランキーロ。なんだその目。コンタクトレンズどうした？キリア。コンタクトどうした？ルジア、かかってこいよ。おお、やるな。うわ。おい。どうしたの？どうしたの？なんかモテそうなやつあるかな。うわ。あ、ちょっと通れねえ。クソ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 。そうじゃねえんだ。あ、ダメなんだ。クソ、じゃあもう素手でやるしかねえな。お？あれどうしたの？哲也ちゃん。内藤ちゃんどうしたの？でも HP 長いしちょっと硬いな。うら。ヒールアクション使えるのかな。掴んで、お、ちょっとストップストップ。なんかキリュウさん人形みたいに柔らかいな。掴んす。あ、あれヒールアクション出せないな。ちょざけんな。うわ、すげえプロレスの技使ってきた。うらうら。おい立ってよこの野郎。あ、ちょっと待って、ヒールアクション出た。三角出た。よっしゃ、これだ。いや、かてえな。こいつ何食ってんだよ。行くぜ。これなんだよ、これ。うら、死んな。いい顔してるぜ、ナイト。うら、ちょっと待って、ちょ、俺ちょっと油断してた。HP いつの間に結構減ってんな。おおふう、くそ、結局体力回復することになって。うわ、くそ、やめてくれ、いってこれ。さすがプロレスラー。うら、硬いなこの野郎は。かかってこい。うら、投げれるかな。投げれねえな。くそ、まずちょっとだけどな。やっぱり武器使えないとね、素手で今の桐生さんじゃまだそんなにレベルがね。うわ、ちょっともう一丁やらせろよ、さっきの三角。うら、これで決着つけようじゃねえか。めっちゃ飛んでるあいつ。すげえ、桐生さん内藤にも勝った。当たり前だろ。大丈夫ですか？なんとかな。約束だ、尾道からジャスティスを撤退させる。安心しろよ、俺と矢野がやられた時点で尾道に部隊をつぎ込む余裕はなくなった。じゃあこのこっちでの一応約束したミッションは全部終わったってことかな。次はカムロ町。侵略はねえよ、あとはカムロ町に乗り込むだけだな。なるほどね。岡田、待ってろよ。おい、キリュウさんよ。ん？なんで？俺はあんたやジョーみたいな感情や男気で動く連中が。もしかしてこいつも仲間になるとか？だが、心のどこかでは憧れてたのかもしれない。わかった、入れてやるよ。キリュウカズマ、俺はあんたみたいな男になりて、俺をあんたの相棒にパレハにしてくれねえか。ちゃんとコンタクトレンズつけろよ。なんかいつものあのポーズ。内藤が仲間っていつ裏切るか分かりませんよ。信用できないっす。いや、内藤は嘘は言ってねえさ。キリュウさんに惹かれる気持ちは俺にも分かる。ジョーさん、もしかしてそっちの？バカ。素直じゃねえな、この男たち。ついてくるなら好きにしろ。次の戦いはカムロ町だ。なるほどね。じゃあ尾道でのミッションはもうないんだな。怪我を治すんだな。と
トランキーロ。あっせんなよ。あっせんなよ。これはなかなか面白いセリフだ。うわ、ない。あいつ目どうしたんだ、だから。もう。内藤もやられたみたいですね。カモネ町の駐車場。そうか。やはりな。予定通り。カムロ町に残り戦力を集結させる形で構いませんか、うん、でも六強人あと4人でしょ。それで進めてくれ。結構残ってんじゃないの。アウェーでの戦いはもうおしまいだ。ここからが本番だ。あいつらを手厚く出迎えてやらないとな。わかりました。じゃあ桐生一馬。こいつ、金の雨を降らせる技ってすごいよな。なんかマジックみたいに。これで尾道はなんとかなりそうですね。おお、早いな。残りの六強人たちはカムロ町で待ち構えます。なんか寂しいな。いつカムロ町に乗り込むかはまだ決めてないんですけど。いや、それがメインストーリー進んだらね。来る時に備えて尾道でチームを強くしておきましょう。今の状態で突っ込んでも帰り討ちに会うでしょう。なるほどね。そうだな。当分は尾道で奴らと戦う準備をしておこう。ミッションはもうないのかな。ミッション、あ、内藤軍団残党ね。まあこれは別にもう他にはもうないのか。なんか寂しいな。で編成、おお、どんどんなんか強くなってる。いろんな人入れられる。じゃあ、真島さんの下で、こいつね、コンタクトの内藤。で、さらに若衆入れられるんだ。じゃあ、正雄を入れて、あとは誰にしよっかな。こいつでいっか。うん。顧問？ちょっと待って。なんか上に顧問っていうのがあるんだけど。あ、経験値。すげえ、1.5 倍。顧問いいな。顧問ってどういう人入れたらいいんだろう。あ、わかった。あれ？ファイターは？あ、ファイターいた。そういえば、ポケサファイターいた。俺に任せろ。あ、でもさ、これって顧問の経験値が 1.5 倍になるのか、それとも顧問を設置することで、みんなの経験値が 1.5 倍なのかわかんないな。まあいいや、でもとりあえず、ファイターでいいや。よしよし。でも突撃部隊って結局6人しか入れられないから。うん、でも矢野トールはちょっとな。やっぱり内藤の方が多分、上だと思うんだよな。うん。内藤入れよう。あの目どうしても気になっちゃうんだよな。まあいいや、ということで、尾道で、クランクエーターやる必要はもうないね。あの動画にいる必要はないね。うん。よし。一件落着だな。あとは野球チームをなんとか強くしていかないとし、だし、サブストーリーもまだあると思うんで、ちょっと探してみるか。ん？なんだ？またサブストーリーかな？ん？スナック？なんだ、スナックの笑い声か。スナックって、そういやスナックで誰かその昼間からやってんのかな。僕知らないんだけど。まあ清美ママの店でハルトと飲みはしたか。あいつはミルクだった。何の感想だよ。ん？どうしたんだよあんた。店の前で釣ったって。ん？ひょっとして初めての店だから会えるのに緊張してるってか。いや、そうではないが。恥ずかしがらんでもええよ。わかるわかる。俺もそうだったな。いやな。スナックのドアちょっと開けて中の雰囲気を確認したりしたっけかな。なんだそれ。見た感じあんた、スナック初心者だね。スナックに初心者とかあるかは知らんが、初心者ではないよ。よく通ってたよ。これまであまり入ったことはなかった。そうなのかな。よっしゃ、これも何かの縁だ。僕も一緒についてってあげるから。最後、いやお前が緊張して、お前がお前が初心者だろうが。俺は別にスナックに行きたいとは一言も
まあまあそう言わんと、今日はおごってあげるから。え、まあまあ私と飲む酒はうまいよ。酒仲間は多い方がいいんだ。どれどれ、絶対こいつがスナック入るの不安で。まあ、キルさんを巻き込んだな。よしよし、じゃあ行こう。全部は急げだ。この店って今まで入れなかったと思うんだけど、今後、お、ダーツもできるじゃん、これは。へぇ。いやー、ママ、来たよ。なんだ、あのお客さん。あら、いらっしゃい、畑山さん。ママ、結構美人。表で店に入りたそうにしてたから連れてきたんだ。入りたそうじゃねえよ。あれ、あんた名前聞いてなかったね。ああ、俺は桐生風。フルネーム言わなくていいでしょ。僕は畑山ってんだ。畑山、ね、よろしくね、桐生さん。歓迎するわ。おお。何が歓迎だ。俺は酒場を荒らされるのは好きじゃねえんだよな。別にお前一人の店じゃねえんだよ。ちょっと金子さん、そんな言い方ないでしょ。ここはみんなのお店。本当だよ。お前が貸し切ってるわけじゃねえだろ。まあまあちょっと気難しい常連もいるけど、通っていればきっと仲良くなれるから。あ、もしかしてあれかな。とりあえず、スナックでなんかミッションもあるんだよね。僕は教えてあげっからさ。あ、まあまあ、いつものやつね。桐生さんにも同じやつ。はい。何昼間から飲んでんだよ。じゃあスナックの極意ってやつを桐生さんに伝授しちゃおうかな。あんまり変な先輩風吹かせないようにね。わかってるよ、僕は親切で。こんな町に、それにこんな綺麗なママいるんだね。ママだ、まあ、清美のママも結構綺麗なんだけど。それもそうね。畠山さん、しっかりうちの魅力を伝えるのよ。おう。まあ、とにかくスナックのいいとこってのは、いろんな人と楽しく話して酒が飲めるってことだね。うん、たまにみんなで集まってワイワイ話し込んだりする時もあるんだよ。ほう、へえ。みんなでワイワイ。あれは結構楽しいよね。キリュウさん、あんまりそういうの好きじゃなさそうだしね。大体しょうもない話題なんだけど。うんうん。キリュウさんもみんなと仲良くなって輪に入れるようになったら盛り上げてくれよ。うん、わかった。しかし。みんなと仲良くか。なあ、キリュウさんどちらかというと一人で飲むのが専門だもんね。大丈夫大丈夫、みんな根はいいやつだから。そうそう、気にしちゃダメよ。うちの常連たちはちょっと不器用なだけなのね。キリュウさんも結構不器用なんだよ。うるせえな。じゃあまずこの金子さんと仲良くしとかないといけないのかな。カラオケとかダーツもあるのよ。あ、いいね、カラオケできるんだ。仲良くなることもあるかもね。あ、源さんとかカラオケ好きだもんね。え、普段こっちでプレイできるのかな。なかなか賑やかな店だな。まあ客はおっさんばかりだけどね。こっちもおっさんなんだけど。そのおっさんどもはやっぱりあれか、ママを狙ってたりするか。うん、確かにママは美人だけどね、なかなかなびいちゃくれねえんだ。ほう。ほら、あそこにソファーがあるでしょ。うん、あのソファーの中心席はいわばスナックの玉座。ふぅ、決められた男しか座れないんだ。そんなところ座りたくねえんだよ。そう、このスナックにおけるヒエラルキーの頂点に君臨しない限り。いや、なんか座り心地悪そう。それすなわちスナックの全員に認められる、キングオブスナックを意味するのさ。何キングオブスナック。キングオブスナックか。まあ特にママに認められるっていうのは大変かもね。なんせ何考えてんのかわからんのよ。気さくでいい人なんだけど、腹の底が知れないんだ。へえ。トップクラスの常連客しか心を開かないって噂も。じゃあ俺が落としてやるや。全部聞こえてるからね。あ、いや、これは僕の考えじゃなくて、世間一般的にその。いいからいいから。また玉座から遠のいてしまった。マジか。いきなり座ったらダメなのかな。ってならまずはみんなと打ち解けていくところから始めるんだな。なるほどな。とりあえずいろんな客に話しかけてみりゃいいのか。まあそうだね、コツコツ輪を広げていけばきっといろいろいいこともあるさ。さっきも言ったけど、みんな結構いい人たちだし、キリュウさんが困ってたら力になってくれるかもよ。マジで、それじゃあぜひキリュウ会とか野球チームに入ってくれたら。うまい酒が飲めたぜ。また飲もうね、キリュウさん。いつでも待ってるわよ、キリュウさん。畠山さんは後でちょっとお話が。うわ、これ怒られるな。はい。いやー、スナックね。
どうした？スナックか。たまにはみんなで酒を飲むってのも悪くねえかもな。いろんな客がいるようだが、うん、徐々に馴染んでいくってのもまた一興か。気が向いたらまた来てみよう。はあ、大人への階段、もういい大人なんだけどね。もうおっさんだよ。カズマくん、じゃあこれ今後入れるようになるんだ。すごい。うわ、あれなんだよね。まあ、多分前回か前々回ぐらいの動画でも言ったように、なんだっけな。スナックの、これかな。プレイスポットの、これだよね。あ、畠山さんってさっきの人じゃん。と仲良しになるっていうミッションもあるんだ。うわ、秋吉さん、源さん、安藤さん、金子さんね、さっきの人ね。ママと仲良しになる。いやー、これ面白い。で、プラス、能力強化にもあるんだけどさ、スナック2っていうね、仲良くなりやすくなる。これはちょっとぜひ、習得しとこう。極み。ははは。面白いな。ということで、今日の動画も一旦この辺で終わりにしようかな。結構やり込み要素あるな、6。クランクリエイター、一旦終わったと思ったら、今度はスナックか。野球全然やってねえ。まあ、また次回、よろしくお願いします。